写真拡大、プロ野球で唯一の400勝を達成するなど史上最高の左腕投手と呼ばれ、ロッテで監督も務めた金田正一、金田正一さんが6日午前4時38分急性胆管炎による敗血症のため東京都内の病院で死去した。86歳、愛知県出身、歴代3位の通算320勝を挙げたデイリースポーツ評論家の小山正明氏が大投手の死去を悼んだ。え、鉄人金谷元気が泣いたんかな。しばらく会ってなかったんやけど、つい最近金谷どうしているんかなって思ったところなんですよ。私より年長ではあるんだけど、ちょっと言葉に詰まるよね。残念やな。金谷の国鉄時代、何回も対戦したんだけど、まさにすごいピッチャーだった。駆け出しで阪神でようやく一本立ちしようかという頃、金谷はもう日本の大エース、敵に回したらちょっと勝てるかなと思わされる数少ない相手やったよ。ゴルフも一緒によくやったな。野球に限らず、とにかく負けん気の強さ、人並み以上の勝負への執念は際立ってたよ。今12球団どの球場も大勢のファンが来てくれてるけど、藤村文雄さん、川上哲司さん、大下宏さんたちが作った伝統を金谷が後を継ぎ、さらに続く人がいて、今の隆盛があるんじゃないかな。そういう意味でも第一人者だったから、プロ野球ファン皆で悼むべき人やと思う。金谷、ついに言ったか。心からご冥福をお祈りいたします。